りします。さあ4時を回りまして、この時間、相模原6丁目付近の空は、太陽はですね雲に隠れている感じなんですけれども、でも今日は比較的暑かったですね。まあ秋になってだいぶ涼しくなってきたかなと思えば、少しね歩いていると汗ばむような陽気もあったりして、まだまだこう気温の方なかなか安定していない感じがしますね。さあ、明日から3連休という方も多いかもしれませんが、ちょっとね台風もまた気になるところです。そんな情報も交えてね、今日も3時間元気にお送りしていきたいと思います。さあでは今日のメニューからご紹介していきましょう。まず4時台の前半では地域の話題、そして快適生活ラジオショッピングでは、今日は薬用のジェル歯磨きフェイシーホワイトをご紹介します。4時台の後半では毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナー、5時台の前半では地域の話題、そして5時台、前半では街緑校舎情報をお送りします。後半ではピザーラお届け情報もお送りします。番組中天気予報は30分おきに、交通情報は4時台は30分おきに、5時台と6時台は15分おきにお送りします。ドライバーの皆さん、こちらの情報もチェックしてください。それでは今日も最後までどうぞお付き合いください。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、京和で2キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、相模大野で1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線東原では両方向とも1キロずつの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相原方面は金森で2キロの渋滞。鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入口で1キロの渋滞です。漁港道路町田方面へ向かう車、相模大野で1キロの渋滞。おしまいに北里通り国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。相模原のこの後の天気は晴れで、夜は曇りでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は夕方まで 10%、 夕方から深夜にかけて 20% となっています。続いて相模原の明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は夕方まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温は16度、明日日中の最高気温は23度の予想です。さあ、3連休の1日目となる明日は雨の心配はなさそうです。以上、天気予報でした。情報と天気予報は4時30分ごろお伝えします。
改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。さあ今日は10月10日の金曜日ですね。10月も2週目になりましたけれども、オープニングでもちょっとお話ししましたが、ちょっとね、気温今日は高めだったので着るものに悩みましたね。なかなかこうまだ冬物だとちょっと暑い日もあるし、かといってね、半袖だと夜は寒いしみたいな感じで、こう何を着ればいいのかなって悩むような、そんな時期になってきましたね。衣替えもしようしようと思いながらも、でもね、半袖全部しまってしまうのはちょっとまだ早いかなと思ったり、コートを出すのはまだ早いかなって思ったり、なかなかね、この衣替えをするタイミングなんかも難しかったりします。さあそんな先日のお休みの日にですね、私は大好きなアーティスト Dreams Come True のコンサートを見に行ってきました。初めての国立代々木競技場第一体育館という場所でのね、コンサートだったんですけれども、夏にアタック25というね、新しいアルバムを出したドリカムのコンサートということで、まあね、事前に CD を聴き込んで、もう準備万端で会場にね行ってきたわけなんですけれども、もう毎回そうなんですけれども、あのステージ上をね、もう所狭しと走り回るボーカルの吉田美和さんのパワフルな歌声と、それからかっこいいパフォーマンスと、楽しいトークとで、ちょっとね、あの忙しくて疲れ気味だった心に元気パワーをもらえたような気がします。CD で聞くよりもね、やっぱり生のライブっていうのはその場でしか味わえない特別なものがあると思うんですよね。その日もですね、サプライズでダチョウクラブの肥後さんが、見に来ていて、そのままステージに上がって、中村雅人さんとね、顔が似てるっていうことでなんかお話ししたりとか、あとはね、これも本当にお客さんとして見に来ていた浅田真央さんがね、ちょっとライブの中で紹介されたりなんかして、まあ、そういうサプライズもね、やっぱりライブならではのものですよね。ということで、私はこういうやっぱりいろんなライブ会場に足を運んで生のライブを聞くっていうのが楽しみの一つになっているんですけれども、毎回ね、そういうライブで元気になる、そして頑張ろうと思える、そんなね、パワーをもらっている気がします。ということで、今日のメッセージテーマなんですけれども、パワーをくれるものというね、テーマで、メッセージ募集していきたいと思います。皆さんにとってパワーをもらっているなって思うものはどんなものがありますか？ぜひ番組の方まで教えていただきたいと思います。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。 FM 相模のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、どうぞこちらもご利用ください。ということで、今日のメッセージテーマ、パワーをくれるもの。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日の1曲目なんですけれども、ちょうど話題に出た Dreams Come True の曲リクエストいただきましたので、お届けしましょう。ナスビーさんからのリクエストです。 Dreams Come True でリングリングリング。
リクエストくださったナスディさん、メッセージも書いてきてくださっています。今日は残業減らしのため早く帰宅中、おかげで番組を最初から聞けますということで、聞いてくださってるかな。私にパワーをくれるもの、それは水曜ハミング &TDH90 のミカさんですね。ちなみに香里さんは私に安らぎを与えてくれますということで、嬉しいですね。ありがとうございます。確かにね、ミカさんのトーク、それからライブステージではパワーをもらえますよね。私も同じです。さあ、お送りした曲はナスビーさんからいただいたリクエスト、 Dreams Come True でリンリンリンでした。ここで地域の話題をお送りします。チャリティープロレス、障害者に招待券という話題です。地元で開催されるチャリティー大会を前に、相模原市出身のプロレスラー真壁刀義選手が9日市役所を訪れ、加山俊夫市長に招待券100枚寄贈の目録を手渡しました。招待券は市社会福祉協議会を通して障害者福祉施設に送られます。真壁選手は、何度追い込まれても立ち上がるのがプロレスの醍醐味、試合を見て勇気やエネルギーをもらって家に帰ってほしいと話していました。また地元での開催に、オラが町のスターという気持ちがある、負けるわけにはいかないと意気込んでいました。加山市長は、地元選手として大会の成功をと激励しました。大会は11月1日市立総合体育館で開催され、当日は選手らによるチャリティー握手会も実施されます。握手会場に募金箱を設け、集まった全額と大会収益の一部は市社会福祉基金に寄付されるということです。11月の1日、市立総合体育館で、チャリティープロレス開催されるということです。間近でね、選手たちが戦っている姿を見たら、これもまたパワーもらえそうですよね。以上、地域の話題をお送りしました。
ださったほえちゃん、メッセージも書いてきてくださっています。パワーをくれるもの、かおりさんには申し訳ないですが、やっぱり谷村由美さんの曲かな。疲れた体に谷村由美さんの曲を聴くと元気が湧き出てきますね。ということで、全然申し訳なくないですよ。お送りした曲はそんなほえちゃんからいただいたリクエスト、谷村由美で愛は元気ですでした。金曜ハミングメッセージテーマはパワーをくれるもの、世界の本田さんからいただきました。ありがとうございます。すっかり秋になりましたね。私の家から近い緑区川尻にある小松コスモス園ではコスモスが満開で見ごろです。秋の桜、コスモスのお花見なんて香りいかがですか。いいですね。ちょっと車をに乗っているだけでもやっぱり綺麗なコスモス咲いているところを見るとふと目がねそっちに行っちゃいますもんね。いいですね、お花見したいな。さあ、そんな世界の本田さんのパワーをくれるもの、私はバイクツーリングでよく山の方へ出かけるのですが、林道を走っていると時々滝を見つけることがあります。そういう滝のすぐ真下に行くと何かパワーをもらえるような気がします。普段の慌ただしい生活から離れ、自然の中に身を置くとゆっくりとした時間が流れて心も体もパワーが充電されますね。でも一番パワーをもらえるのはカオリンの綺麗な歌声かな、ということでありがとうございます。昨日もね、あの町田ウエストボックスでライブだったんですけれども、お越しいただきましてありがとうございました。確かに自然の中にね身を置くとやっぱりこう癒されたりとか、自然のパワーをもらえるものですよね。メッセージありがとうございました。さあ、まだまだメッセージお待ちしています。あなたのパワーをくれるもの、一体どんなものがありますか。メールの方は 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839。FM 相模のホームページにはメッセージフォームもありますのでご利用ください。時刻は4時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz、 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに県央道厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞。一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、京和で2キロ、八王子方面は東名入り口で2キロの渋滞。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道129号線、厚木方面へ向かう車、金田で1キロの渋滞。町田街道、横浜方面へ向かう車、時和で1キロ、朝日町で1キロ、佐塚で1キロ。相原方面は佐塚で2キロの渋滞です。県道様大和線、
相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞。鶴川街道、金井入り口では鶴川方面へ向かう車が2キロ。相模原方面へ向かう車が1キロの渋滞です。行幸道路、町田方面へ向かう車、総武台前で1キロの渋滞。おしまいに村富線、座間方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。相模原のこの後の天気は晴れで夜は曇りでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は夕方まで 10%、夕方から深夜にかけて 20% となっています。続いて相模原の明日は晴れで朝晩は曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は夕方まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温は16度。明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報と天気予報は5時ごろお伝えします。CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。気象庁は登山者用ホームページをリニューアルするということです。この時間のニュースをお伝えします。御嶽山の噴火を受けて気象庁はインターネットのホームページを改良し、登山者や旅行者が情報を確認しやすいようにします。気象庁がインターネット上で情報を提供するページは現在警戒レベルなど情報ごとに掲載していますが、これを火山ごとに警報や予報、活動の状況などをまとめて閲覧できるように改良します。改良された情報提供は今日夕方5時から確認できるようになるということです。こうした中、太田国土交通大臣は今回の火山被害を受けて有識者などによる検討会を設置して火山の観測体制や強化、情報の伝達方法などを検討することを明らかにしました。埼玉県警の警察官が勤務中に酒を飲んでバイクを運転し、交通違反の取り締まり現場に向かったとして書類送検されました。の疑いで書類送検された埼玉県警所沢警察署の29歳の男性巡査は、今年8月勤務中に隠れて500ミリリットルの缶チューハイを3本以上飲んだ上、交番から交通違反の取り締まりの現場にバイクで向かった疑いが持たれています。この男性巡査は取り締まりの現場でも缶チューハイを飲んでいて、同僚の警察官が酒の匂いに気づき発覚しました。男性巡査は
今年7月頃から勤務中に酒を飲むようになり、酒を飲まないと仕事に行けなくなったなどと話しているということで、主に今日付けで懲戒免職の処分を受けました。東京江戸川区の公園で小学2年の女の子にわいせつな行為をしたとして38歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、強制わいせつの疑いで逮捕された江戸川区の会社員吉田信康容疑者38歳は今年8月、江戸川区内の公園で知り合いの小学2年の女の子に対し下着の中に手を入れるなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。調べに対して吉田容疑者は、女の子を抱っこしたことはあるが、わいせつなことはしていないと容疑を否認しているということです。吉田容疑者は去年春頃からこの女の子に対して複数回にわたりわいせつな行為を繰り返していたとみられ、警察が詳しく調べを進めています。振込詐欺で現金受け取り役の50歳代の男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、詐欺未遂の疑いで逮捕された住所不定職業不詳の中村義治容疑者53歳と無職の田上和弘容疑者52歳の2人は、東京大田区内に住む70歳代の女性から現金を騙し取ろうとした疑いが持たれています。今週火曜日から水曜日にかけて、女性の自宅に長男を装った男から投資に失敗したと電話があり、男は現金300万円を要求しました。電話の内容を不審に思った女性が警察に通報し、現金の受け取り場所に現れた中村容疑者らが逮捕されました。調べに対して中村容疑者は、詐欺とは知らなかったと供述していて、警察は組織的な犯行とみてさらに調べを進めています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーです。このコーナーではファインステージの下田社長に電話でお話をお伺いしています。それでは早速お呼びしましょう。下田さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、いろいろと海外へ飛び回っていましたけれども、はい、今日は日本にいらっしゃるんですよね。日本にいるんですけど、今ね、会社に戻ってきました。はい、あ、お疲れ様です。明日、明後日と、はい、川崎競馬場で、はい、神奈川キャンピングフェアっていうキャンピングカーのイベントがあるんですね。はい、それの準備に行ってきました。あ、そうだったんですね。インドネシアからフィリピンからすぐ帰ってきて、今度イベントなんでね、はい、忙しいですね。忙しいですね。本当にお忙しいところ。タレント並みの忙しさでしょ。もう本当ですよね。
タレントさんのようなもう人気ですよ ね。あちこちから呼ばれてみたいな感じでしょうか。本当ですね。さあ、今日もお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、まずは先日まで行ってらっしゃったフィリピンなんですけれども、はい、今回のフィリピンはいかがでしたか。2泊3日で行ってきたんですけど、はい、結局着いたのが夜中で、はい、出発が朝1だったんで、はい、丸々1日か2日しか仕事ができなかったんですね。ああ、そうだったんですね。ですから、朝1からもう夜までがっちりと仕事をさせていただいて、はい、本当に弾丸ツアーみたいな感じでしたね。わあ、大変でしたね。全然じゃあ、美味しいものとか召し上がる時間はありましたか。でも現地でね、たまたま誕生会が2つありましてね、はい、ちょこちょこっと顔出しただけで、はい、現地のフィリピン料理をしっかりいただいてましたよ。ああ、そうだったんですね。そうなんです。それは良かったですね。美味しいのがたくさんありましたからね。ね、やっぱり美味しいものを食べるとまた頑張ろうと思いますもんね。本当ですね。そうでしたか、はい、さあ、ではちょっとバリの話もね、伺っていきたいと思うんですけれども、はい、バリではブラック、それからホワイトのマジックっていうのが非常に盛んなようなんですけれども、はい、まずブラックマジックというのは何なんでしょうか。はい、ブラックマジックウーメンっていうサンタナの歌ではないんですけれども、はい、非常に何て言うんでしょう、呪術を使いましてね、はい、人の心を操るっていうのを、はい、ブラックマジックって現地では呼ばれてますね。そんなことができるんでしょうか。はい、そうですね、例えば食べ物にブラックマジックを埋め込むっていうのかな、はい、もしくは物に入れたり、はい、場所に入れたり、はい、あるいは人のマインドコントロールですね、はい、をしたりとして、いろんな形のブラックマジックがあるんですね。へえ、はい、なんかもう映画のような感じですね、世界が。本当そうですね。そんなことがあるんですね。あるんですよ。へえ、すごいんですよ。じゃあ、そのブラックに対して、はい、ホワイトマジックというのはどういうものなんですか。はい、これはね、裏と表があるように、はい、やっぱりブラックマジックをかける人もがいるとすると、はい、そのブラックマジックを解くっていうのかな、はいはい、といってフリーにしてくれるホワイトマジックを扱う方もいらっしゃるんですよね。うん、ねえ、もう分かれてるんですね。これもう完全に分かれてます。不思議ですね。はい、ねえ、すごいでしょ。バリでは、はい、呪術師というのが、うんうん、職業があるんですか。専業として、はい、そういう、まあ、例えばブラックマジックですとかホワイトマジックを扱ってる方もいらっしゃいますし、はい、逆に普通のお仕事されてて、はい、そういう能力がある方もいらっしゃるんですよね。どれくらいこうバリでは生活に浸透しているんですか、そういうマジックっていうのは。浸透してますね。結構身近なものなんですか。だと思います。なんか普通ではありえない、ちょっと変だなっていう感じがあったとすると、はい、必ず皆さんブラックマジックを疑いますね。ああ、そうなんですね。ブラックマジックにかかってしまったとか、そういう結構ね、バリの人たち嫉妬深いんですよ。はい、他人が いいことをしてるとか、なんかいいことがあるとすごくするんですね。はい、その人の結果が、はい、そのブラックマジックを頼んで、はい、相手をその引きずり下ろしちゃおうみたいな、そんなのが結構あるみたいですね。なるほど、ちょっと怖いですね。そういう話を聞いているとね。すごく怖いんですよね。下田さんはその、はい、バリにはね、もう何度も行かれてますけれども、はい、何かこう不思議な体験をされたこととかっていうのはあるんですか。たくさんありますよ。ああ、本当ですか。たくさんあります。最近ではね、はい、うちのヴィラのドライバーですね、運転手さんが足怪我しましてね、はい、医者に行って親指の爪を剥がして治療してもらったんですよ。はい、で治療自体うまくいって良くなってきたんですけれども、はい、それでもね、歩こうと思うと、はい、足の裏側が地面についた途端ものすごく痛いんですって。ただ医者はもう治ってるはずだって言うんですよね。はい、でおかしいなおかしいなって言うんで知人に調べてもらったら、はい、ブラックマジックかけられてるよって言うんで、はい、治っているはずなのに痛みが、はい、でそのホワイトマジック扱う人が家に来て、はい、ちょちょちょってやったらもうそこでバンと治ったと、はい、すごいですね。すごいでしょ。でその人が言うには、はい、
あのそのドライバーの職業を奪いたい人がいる、はい、あーなるほど、はい、それでブラックマジックかけられたんだっていうことでしたね。うわー、なんかそういうお話を聞いてしまうと、ゾクゾクするでしょう、ね、ゾクゾクしますね。そうでしょう。まあでも割に行ったからといってそういうことにかかってしまうっていうことはそんな心配はないですよね、はい、どうでしょうか。なくもない、ね、なくもないかもしれない。うわ、不思議なことが。例えば向こうの人を好きになっちゃったとか、うん、あー、そっか、はい、これもブラックマジックのせいっていうこともあるし、はいはい、逆にね、はい、あのインドネシアなんかだとブラックマジックを使って、はい、例えばミュージシャンが、はい、すごくその売れるようになっていくっていう、あ、はい、実際そういうこともあるんですよ。へー、それはいいことのような、ね、いいことでしょうけど、万が一これが溶けた時が怖いですよね。あ、そうですよね。マジックで売れたんだとしたら溶けたらどうなっちゃうんだろうっていう感じが、ね、そうなんです。本当に不思議なことがいろいろあるんですね。ありますね。なんかあの、まあ、島全体がパワースポットっていうのが、まあ、バリ島らしいと思うんですけれども、はい、私たちが日本にいて何か体感できるようなことっていうのはあるんですか？そうですね、あのすごくブラックマジックって怖いことなんで、はい、あの体感しない方がいいですよね。そうですね。絶対やめた方がいいですよね。そうですね。ただね、例えば、はい、その昔オウム真理教がマインドコントロールでね、はい、たくさんの人を悪い方向に導いたことありましたでしょ、はい、これはまさしくブラックマジックだと思います。ああ、なるほど。はい、普通じゃ考えられないようなね。そうですよね。本当そうです。うーん、はい、さあ、すごいね、不思議な力のある人なんですけど、まあでもね、はい、そういう怖いあのパワーだけではなく、はい、いいパワーもいっぱい持っている島ですからね。そうですね。はい、ぜひ、はい、あのバリ島に行ったらそういったね不思議体験を得られない、はい、例えば日本人が現地でブラックマジックにかかったとしても、はい、バリ島から飛行機でポンと離れると、はい、マジックが溶けるそうです。ご安心ください。そうなんですか？そうらしいですね。それも不思議ですね。はい、いや本当にいろんな魅力があるバリ島なんですけども、ね、多分バリ島限定なんでしょうね、うん、はい、ぜひ皆さん機会がいたらね、はい、機会があったら足を運んでいただきたいと思います。はい、下田さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。明日からの展示会の方も頑張ってくださいね。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、さあ、ということで今日はね、不思議なお話いっぱい聞きましたよ。ブラックマジック、そしてホワイトマジックっていうのがあるんですね。ちょっとブラックマジックに関しては聞いてるとね、ちょっと怖くなっちゃいましたけれども、でもそのバリ島離れると不思議な話ですね。いろんな魅力が詰まっているバリ島の話題、今日もお届けしました。さあ、このコーナーではバリに関する質問募集しています。下田さんに聞きたい質問ありましたら、ぜひ番組の方までお寄せください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そして FM 相模のホームページから、メッセージも送っていただけますので、そちらもねご利用ください。そして、下田さんが書かれているバリブログ、こちらもぜひご覧いただきたいと思います。携帯電話やパソコンなどインターネットができるもので検索していただきたいんですが、カタカナでバリコラ、カタカナでバリコラと検索していただきますとすぐに出てきます。こちら写真付きでバリの情報をたっぷり載っていますので、合わせてご覧になってみてください。以上、毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーでした。トマトさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。スピッツで空も飛べるはず。ようで、ね
リクエストくださったトマトさん、メッセージも書いてきてくださっています。パワーをくれるもの、空ですかね。空を見ると心が落ち着きますし、雲の模様が常に変わるので、空を見るたびに空のアート楽しんでやる気が出ます。確かにね、夕焼けだったり空を見ると本当に癒されますよね。さあ、そんなトマトさんからいただいたリクエスト、スピッツで空も飛べるはず、お送りしました。代わってお送りする曲はサーキットのおかみさんからのリクエストです。ザ・ブリリアントグリーンでハロー、アナザーウェイ、それぞれの場所。リクエストくださったサーキットのおかみさんもメッセージ書いてきてくださっています。僕にパワーをくれるものは家族の笑顔です。仕事がうまくいかなかったりして投げ出したりなったりすることもあるけど、食事中笑っている子供たちを見ていると頑張ろうって思えるんです。ということで、わ、素敵ですね。家族の笑顔にパワーをもらえるっていうのはね、とても理想的な。さあ、そんなサーキットのおかみさんからいただいたリクエスト、お送りした曲はザ・ブリリアントグリーンでハロー、アナザーウェイ、それぞれの場所でした。ここで相模原西商店街から相模原の手作り市開催のお知らせです。手作り作品を販売してみたい方、手作り作品を手にしたい方に朗報です。アート作品や手作り作品が並ぶアートフェスティバル in 相模原が11月23日日曜日、 JR 相模原駅前のペデストリアンデッキで開催されます。昨年の好評を受け、皆様からのリクエストに応えての開催です。今回は全部で80店舗の参加を予定。アクセサリーや陶芸品、革製品、編み物など豊富なジャンルのハンドメイド作品がずらり、世界で一つだけの作品に出会えるチャンスです。またお買い物の方に相模原の特産品が当たるガラポン抽選券をプレゼント。アートフェスティバル in 相模原では出展者を大募集中です。プロアマー問わず、初めてでも安心してご応募ください。
出店料は5000円。ご応募の際は公式ホームページの応募フォームか応募用紙をダウンロードしてご郵送ください。インターネットが使えない方は開催事務局までお電話を。出店者募集期間は10月10日金曜日本日までとなっています。詳しいお問い合わせは開催事務局インクループ株式会社、電話番号042-703-8811 042-703-8811 で受け付けています。さあ、ご紹介したこちら、出店者募集期間本日までとなっています。出店してみたいなという方、気になる方はぜひね、お電話でお問い合わせしてみてください。以上、アートフェスティバル in 相模原開催のご案内でした。さあ、今日の金曜ハミングメッセージテーマはパワーをくれるもの。皆さんはどんなものにパワーをもらっていますか？メールの方は 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839、 そして FM 相模のホームページにはメッセージフォームもありますのでご利用ください。パワーをくれるもの、まだまだメッセージお待ちしています。時刻は夕方5時を回りました。改めまして、 FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています、 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ、今日のメッセージテーマはパいろいろな形でパワーを得ることがあります。また普段の生活の中でも小さなパワーをいただけることも。例えばスーパーなどのレジの方がレシートやお釣りを渡してくださる時の笑顔だったり。世の中イラッということも多々ありますが、小さなパワーを心のポイントカードに貯めておいて時々使うっていうのはいかがでしょう。わ、素敵な言葉ですね。小さなパワーをね、心のポイントカードに貯めておいて時々使う。ねえ、確かにライブだったりとか、まあ芝居を見たりとか、そういうね、芸術作品でパワーもらったり、いろんな形でパワーもらうっていうことがありますけれども、
身近なね、生活の中でも、こう、やっぱり、親切にしてもらえたとか、笑顔で対応してもらえたとか、そういうことでもやっぱりパワーをもらえたりしますもんね。で、また別の人に返したいなっていう気持ちにもなりますもんね。皆さんもぜひ、心のポイントカードにね、小さなパワー貯めてみてください。のっちさん、メッセージありがとうございました。さあ、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマはパワーをくれるもの。あなたはどんなパワーをもらっていますか？メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。FM 相模のホームページにはメッセージフォームもありますので、そちらもご利用ください。じゃあそれではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに県央道、厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞。その他一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面へ向かう車は東名入り口で2キロの渋滞、八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、市立病院前では両方向とも1キロずつの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、金田で1キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で3キロの渋滞です。県道様大和線相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で2キロの渋滞、おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞となっています。さあ外は少しずつ暗くなってきています。ドライバーの皆さん、車のライトを早めにつけて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて5時発表の最新の天気予報です。相模原の今夜は曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて相模原の明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は 10%、午前中から夕方までは 0%、夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は16度。明日日中の最高気温は24度の予想です。以上、天気予報でした。5時台からは交通情報を15分おきにお送りします。次の交通情報は5時15分ごろお伝えします。
ここでスポーツフェスティバルのお知らせです。10月13日月曜日、体育の日に相模原祇園スタジアム、相模原祇園フィールドとその周辺スポーツ広場で相模原スポーツフェスティバルが午前9時30分から午後2時45分まで開催されます。このイベントは体育の日に誰もがスポーツに楽しむきっかけ作りを目的に、サッカー、ミニトランポリン、チアリーディング体験など約30種目のスポーツを体験することができ、1日楽しめるイベントです。また体験ブース以外にもチアリーディング、よさこいなどの演技披露、そして先着1000名様には素敵な景品がもらえるスタンプラリーといった毎年人気のイベントも行われます。入場は無料です。イベント会場へのアクセスは会場の最寄り駅 JR 相模線原田今駅、下車徒歩20分です。また小田急相模大野駅および JR 横浜線小淵駅からバスに乗り、女子美術大学で下車し徒歩6分でもご来場いただけます。お車でお越しの方は相模原祇園スタジアム周辺の駐車場は混雑が予想されますので、臨時駐車場をご利用ください。臨時駐車場は茅場株式会社の駐車場です。臨時駐車場から無料シャトルバスも約15分間隔で運行しています。来場時の注意事項ですが、相模原祇園スタジアム、相模原祇園フィールドはハイヒール、パンプスなど突起のある履物ではご入場いただけませんので、スニーカーなどの運動靴でお越しください。またベビーカーやペットを連れての来場も一部ご入場いただけない場所がありますのでご注意ください。10月13日月曜日に行われる相模原スポーツフェスティバルのお知らせでした。代わっては神奈川県行政書士会相模原支部街頭無料相談会のお知らせです。遺言、成年貢献、交通事故などでお困りの方、会社設立、事業開始に関するご相談をご希望の方のために、神奈川県行政書士会相模原支部では街頭無料相談会を開催します。10月25日土曜日は京王橋本駅、10月29日水曜日は津久井町商工会館、時間は25日京王橋本駅は午前10時から午後4時まで、29日津久井町商工会館は午後1時10分から午後3時50分までです。行政書士は法律に基づく国家資格者で、役所に提出する許認可などの申請書類の作成並びに提出手続き代理、遺言書などの権利義務、事実証明及び契約書の作成などを行います。最近市民の皆さんが観光所に書類を提出する機会が多くなっています。また社会生活の複雑高度化などに伴い、書類の作成に高度な知識を要する場合も増加しています。行政書士が観光所に書類を正確迅速に作ることで、皆さんの生活上の処理益、諸権利が守られるという公共的利益が、行政書士の役割は身近であるとともに、複雑多様なコンサルティングを含む行政手続きの業務へと、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として地域の皆さんのお役に立てればと、毎年街頭相談会を開催しています。ぜひこの機会をご利用ください。神奈川県行政書士会相模原支部街頭無料相談会のお知らせでした。
青鬼さんからいただいたリクエストをお届けしましょう。中村雅俊で、ふれあい。リクエストくださった青鬼さん、メッセージも書いてきてくださっています。普段は会社であまり人と会う機会が少ないですが、出張に行くといろいろな業種の方に会い話す機会が多く、刺激をいただくとこちらもモチベーションが上がります、ということで、人からパワーをもらうっていうこともやっぱりたくさんありますよね。お送りした曲は青鬼さんからいただいたリクエスト、中村雅俊でふれあいでした。時刻は間もなく5時16分になるところです。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに圏央道厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞。一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面は東名入り口で2キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上河井で1キロの渋滞。国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、東原では両方向とも1キロずつ。その他伊勢原方面へ向かう車、市立病院前で1キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、金田で1キロの渋滞。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相原方面は金森で4キロの渋滞です。県道座間大和線相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞。鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で2キロの渋滞。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原立川線相川方面へ向かう車、小山で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。
この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は5時30分頃お伝えします。CM の後は町みどり公社情報をお送りします。
さあこの時間 FM 相模があります西門の、西門プラザ4階のねスタジオからは綺麗な夕焼けが見えます。皆さんのところから見えますか？もしお時間があったらねちょっと外西の空見上げてみてください。さあお送りする曲はユナッシーママさんからいただいたリクエストです。サザンオールスターズで希望の轍。リクエストくださったユナッシーママさん、メッセージも書いてきてくださっています。今週も楽しく聞かせていただきますね。パワーをもらっているのは2人の孫です。長男は野球、次男は陸上競技。試合のある時は応援に行き、若いパワーをもらって元気になりますということで、スポーツを頑張っている姿っていうのは本当にパワーもらえますよね。さあお送りした曲はユナッシーママさんからいただいたリクエストです。サザンオールスターズで希望の轍でした。変わってお送りする曲は水玉スニーカーさんからいただいたリクエストです。石川ひとみで待ち伏せ。リクエストをくださった水玉スニーカーさん、メッセージも書いてきてくださっています。パワーをくれるもの、
身近に言ってくれるシンガーの方たちですかね。ミカさん、カオリさん、アオさん、ライブを毎月見られるってトークもできて、やっぱりいいですね。ミラクルです。パワーもらっています、ということで嬉しいですね。ぜひまた会いに来てくださいね。さあ、お送りした曲は水玉スニーカーさんからいただいたリクエスト、石川ひとみで待ち伏せでした。時刻は5時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz、 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。さあ、私が今います FM 相模の A スタジオ、西門プラザ4階から見える夕焼け、今もまだね、綺麗な、なんて言うんでしょう、オレンジ色ではなく、ピンク色って言ったらいいんですかね、すっごく情熱的な、夕焼け空今見ながら放送しています。さあ、この時間の交通情報と天気予報をお伝えしましょう。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに、東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で2キロの渋滞。圏央道は厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。一般道は国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で1キロ。八王子方面は東名入り口で2キロ、相模大野中和田でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、市立病院前で1キロ、東原で1キロ。反対の伊勢原方面へ向かう車は、文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線、八王子方面へ向かう車、関口で1キロ。厚木方面は山際で1キロ、金田で1キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、朝日町で2キロ。相原方面は金森で3キロ、朝日町で1キロの渋滞です。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞。鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞です。世田谷通り、相模原方面へ向かう車、新袋橋で1キロの渋滞。漁港道路、厚木方面へ向かう車、総武台前で1キロの渋滞です。北里通り、国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、大野。反対、昭和橋方面へ向かう車は、浅溝台入り口で1キロの渋滞です。おしまいに、村富線。矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、車のライトをしっかりとつけて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。
続いて天気予報です。相模原の今夜は曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて相模原の明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 10%、 午前中から夕方までは 0%、 夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は16度、明日日中の最高気温は24度の予想です。さあ、こうやって交通情報と天気予報を伝えている間に、すっかりとね、外暗く、夕焼けも、消えていく、だんだんとね、空も真っ暗になっています。やっぱりこう夕焼けって一瞬のね、天体ショーっていう感じなのでね、パワーをもらえますよね。皆さん見られましたか？どうかな。以上、天気予報をお伝えしました。次の交通情報は5時45分頃をお伝えします。FM 相模 83.9MHz、 古谷香織の金曜ハミングお送りしています。お送りする曲はユンケさんからいただいたリクエストです。アンリで悲しみが止まらない。
元気にね、また一日送ることができるパワーをもらえますよね。メッセージありがとうございました。お送りした曲はユンケさんからいただいたリクエスト、アンディで悲しみが止まらないでした。お送りした曲はナーベさんからいただいたリクエスト、佐々木勲で真っ赤なスカーフでした。さあもう一曲リクエストをお届けしましょう。お送りする曲は砂混じりの手羽先さんからいただいたリクエストです。今和の清志郎でパパの歌。リクエストくださった砂混じりの手羽先さん、メッセージも書いてきてくださっています。僕がパワーをもらっているのはやっぱり家族ですかね。家族といっても妻ではなく娘ですけどね。娘のパパ頑張って、パパ大好きの一言にどれだけ元気をもらったことか。ということで、いや娘さんにそんな風に言ってもらったらもう顔をだらーんってなんかにやけちゃいそうですね。そんな娘さんがねパワーの源になっているという砂混じりの手羽先さんからいただいたリクエスト、芋あの清志郎で
パパの歌お送りしました。メッセージいただいています。白ころさん、ありがとうございます。自分は家族、 FM 相模パーソナリティ&リスナーや趣味関連の皆さんと、そしてミカちゃん、カオリンの歌が元気の元です、ということで嬉しいですね。そういう風に言っていただけるとね、ありがとうございます。またぜひね、ライブだったりとか公開放送だったりとかね、会いに来てくださいね。さあ、ということで今日のメッセージテーマは元気、パワーをくれるものです。元気でもいいんですけれども、パワーをくれるもの、ぜひ思いついたらね、番組の方まで送ってください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 です。そして FM 相模のホームページにはメッセージフォームもありますので、そちらもご利用ください。パワーをくれるもの、まだまだメッセージお待ちしています。時刻は5時45分になりました。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路、上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で5キロ。反対下り方面へ向かう車は川崎インターチェンジ付近で2キロの渋滞です。圏央道は厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞。一般道は国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、相模大野で1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロ、伊勢原方面は文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線、八王子方面へ向かう車、関口で1キロ、厚木方面は金田で1キロの渋滞。町田街道、横浜方面へ向かう車、滝の沢で3キロ、相原方面は金森で3キロ、朝日町で1キロの渋滞です。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞。鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞です。世田谷通り、相模原方面へ向かう車、大倉で1キロの渋滞。行幸道路、町田方面へ向かう車、相模大野で1キロ。厚木方面は総武台前で1キロの渋滞です。北里通り、国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、大沼で1キロ。反対、昭和橋方面へ向かう車は、浅溝台入り口で1キロの渋滞です。村富線、矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞。おしまいに、鍛冶屋相模原線、津久井方面へ向かう車、堀之内で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時ごろお伝えします。
ザーラお届け情報。ピザーラお届け情報、毎週金曜日はピザーラから美味しい情報をお届けしています。今日の美味しい情報は耳まで美味しいシリーズから耳までソーセージをお届けします。耳まで美味しいシリーズには耳までチーズと耳までソーセージの2種類がありますが、今日ご紹介するのは耳までソーセージです。軽井沢にあるパンの名店朝の屋と共同開発したピザーラの自慢のオリジナル生地、その特製ピザ生地の耳にパリッと弾ける粗挽きソーセージを巻き込みました。大人から子供まで楽しめる耳まで美味しい新ラインナップの登場です。まずは耳までソーセージベーコンポテトです。パリッとした食感のジューシーなソーセージを耳に巻き込みました。ホクホクのポテトに特製のバターソースで芳醇な味に仕上げた耳まで美味しいピザです。ポテトにソーセージはベストマッチですよね。トッピングはマヨネーズ、チーズ、オニオン、コーン、厚切りベーコン、ブラックペッパー、パセリ、レモンバターソース、ダイスポテト、エッジ用ソーセージです。耳までソーセージベーコンポテトは M サイズ2210円、 L サイズ3530円です。続いては耳までソーセージペパロニです。こちらは定番のサラミとイタリアンソーセージで仕上げた耳まで美味しいピザです。もちろんパリッとした食感のジューシーなソーセージが耳まで入っていますよ。トッピングはチーズ、オニオン、イタリア風ソーセージ、ペパロニ、ブラックペッパー、パセリ、エッジ用ソーセージです。耳までソーセージペパロニは M サイズ2210円、 L サイズ3530円です。耳まで美味しいシリーズには今日ご紹介した耳までソーセージの他に耳までチーズ、テリマヨコーンとデラックスがあります。そして全部食べたいという欲張りな方には耳までクォーターもありますので、こちらも合わせてぜひお召し上がりください。食欲の秋です。美味しいものいっぱい食べましょうね。ピザーラお届け情報でした。今日の金曜ハミング、メッセージテーマはパワーをくれるもの。リンリンテピカリンさん、ありがとうございます。やはり皆さんの笑顔だと思います。嬉しい時はもちろんのこと、悲しい時も辛い時も笑顔が不思議な力を与えてくれるような気がします。香里さんや西さんの笑顔素敵ですよ、ということでありがとうございます。やっぱりね、笑顔だと自分もねパワーをもらえる、周りの方たちが笑顔だとやっぱり自分ももらえるなっていうのはありますよね。メッセージありがとうございます。さあ、このような感じで今日のメッセージテーマはパワーをくれるもの。皆さんはどんなものにパワーをもらっていますか？メールの方は 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839。 FM 相模のホームページにはメッセージフォームもありますのでご利用ください。さあ、この後は毎回皆さんの身近な情報をお届けしている相模原インフォメーションをお送りします。
時刻は夕方6時を回りました。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんばんは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています、 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で3キロの渋滞。圏央道は厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。中央道は上り方面へ向かう車、三鷹付近で3キロの渋滞。一般道国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、東名入り口では両方向とも1キロずつ。その他八王子方面へ向かう車、相模大の中和田でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、市立病院前で1キロ、下今泉で2キロ。伊勢原方面は市立病院前で1キロ、文化会館前で2キロの渋滞となっています。国道129号線八王子方面へ向かう車、関口で2キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、時和で1キロ、朝日町で1キロ、佐塚で1キロ。相原方面は金森で3キロ、朝日町で1キロ、時和で1キロの渋滞です。県道座間大和線相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞。鶴川街道金井入り口では両方向とも1キロずつの渋滞です。世田谷通り新袋橋では両方向とも1キロずつの渋滞。行幸道路小田急相模原では町田方面へ向かう車が2キロ、厚木方面へ向かう車が1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、下田井まで1キロ、浅溝小学校入り口で1キロ、相模原公園入り口で1キロ、大沼で1キロ。反対昭和橋方面へ向かう車は浅溝台入り口で1キロの渋滞です。村富線矢部方面へ向かう車、総合体育館前で2キロ、星ヶ丘で1キロ。座間方面は総武台団地入り口で1キロの渋滞です。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞。おしまいに梶谷相模原線津久井方面へ向かう車、堀之内で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトしっかり締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。相模原の今夜は曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて相模原の明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 10%、 午前中から夕方までは 0%、 夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は16度、明日日中の最高気温は24度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報は6時15分頃お伝えします。ここでスポーツフェスタ中止のお知らせです。
先ほども金曜ハミングの中でご案内しましたが、10月13日日曜日体育の日に相模原祇園スタジアム周辺で行われる予定でした第9回相模原スポーツフェスティバル2014は当日の台風接近の恐れがあるため先ほど中止が決定しました。10月13日体育の日に相模原祇園スタジアム周辺で行われる予定でした第9回相模原スポーツフェスティバル2014は当日の台風接近の恐れがあるため先ほど中止が決定しました。楽しみにされていた方はね、残念ですけれども、また来年楽しみにしましょう。スポーツフェスタ中止のお知らせでした。天秤座の梅ちゃんからいただいたリクエストです。島谷瞳でデスティニー太陽の花。リクエストくださった天秤座の梅ちゃん、メッセージも書いてきてくださっています。パワーをくれるもの、バナナでしょうね。買ってきたばかりのバナナは黄色っぽいような緑っぽいような色をしていますが、冷蔵庫の野菜室に 2,3 日保存しておきます。
そうすることにより色も味も変わります。毎日1本のバナナを食べています。カロリーもありますし健康にもいいですよ。皆さんバナナを食べて健康を維持しましょう。カオリン、バナナは好きでしょうか？はい、もちろん大好きです。チョコバナナとか大好きです。そんなね、天秤さんの梅ちゃんからいただいたリクエスト、島谷瞳でデスティニー、太陽の花、お送りしました。さあ、変わってお送りする曲はおつかわさんからいただいたリクエストです。クイーンで Don't Stop Me Now。リクエストくださったおつかわさん、メッセージも書いてきてくださっています。私、おつかわにとっては鉄道とアニメといったところでしょうか。パワーをくれるもの。鉄道には工事がつきもの、その完成した姿にロマンや未来を感じるものです。アニメも毎回見終われば続きが気になると思うもの。そういう続きや完成形を見たいがために、明日も生きるために頑張ろうと思えてくるのです。確かに続きが気になるとかね、楽しみっていう気持ちは大事なものですよね。そんなおつかわさんからいただいたリクエスト、お送りした曲はクイーンで Don't Stop Me Now でした。さあ、もう一曲お届けしましょう。お送りする曲はヒロオヤジさんからのリクエストです。水曜ハミングでもおなじみのミカさんで君へのフィーリング。
リクエストくださったひろおやじさん、メッセージも書いてきてくださっています。私は水曜ハミングミカさんの歌のステージ、公園だろうが公民館のホールだろうがウエストボックスでも夢開けに乗って会場内をハイタッチで駆け回ります。運よくハイタッチをもらえた日には本当にパワーを感じます。かおりさんにはマキアと夜間飛行でリラクゼーション効果をいただいています。明日からも頑張っていきましょい、ということでね、え本当に私もミカさんの歌にはね元気パワーをもらっています。いつもお送りした曲はヒロオヤジさんからいただいたリクエスト、ミカさんで君へのフィーリングでした。時刻は6時16分を回りました。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で4キロの渋滞、圏央道は厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロ、中央道は上り方面へ向かう車、三鷹付近で5キロの渋滞です。一般道は津久井街道、相模原方面へ向かう車、大井で1キロの渋滞、国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、東名入り口では両方向とも1キロずつ、その他八王子方面へ向かう車、中和田、相模大野でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、相模原方面は上川井で1キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、私立病院前で1キロ、東原では両方向とも1キロずつ、その他伊勢原方面へ向かう車、私立病院前で2キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で1キロ、金田で1キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、木曽で1キロ、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で3キロ、朝日町で1キロ、時和で2キロの渋滞です。県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、小松原で1キロ、相模原方面は総武台団地入り口で1キロの渋滞です。鶴川街道鶴川方面へ向かう車、金井入り口で1キロ、相模原方面は金井入り口で1キロ、続いて行幸道路町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、相模大野で1キロ、厚木方面は小田急相模原で1キロ、総武台前で1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、下大間で1キロ、浅溝小学校入り口で1キロ、相模原公園入り口でも1キロの渋滞、反対昭和橋方面へ向かう車は大沼で1キロの渋滞です。村富線矢部方面へ向かう車、総合体育館前で2キロ、星ヶ丘で1キロ、座間方面へ向かう車は総武台団地入り口で1キロの渋滞です。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞、おしまいに梶谷相模原線津久井方面へ向かう車、堀之内で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時30分頃お伝えします。
リクエストをいただいた曲をお届けしましょう。お送りする曲はイゴールヒロチャンチンさんからいただいたリクエストです。 Begin with アホナスターズで笑顔のまんま。リクエストくださったイゴールヒロチャンチンさん、メッセージも書いてきてくださっています。私にとってパワーをくれるものは人の笑顔です。どんなに疲れていても前進できるのはその先の誰かの笑顔を妄想するからです。仕事もしかり、特にラジオ番組への投稿はたった一人でも笑顔にできたらありだと思っています。ということでね、笑顔っていうメッセージ多いですね。でもその先の誰かの笑顔を妄想してね、何か行動するっていうのもやっぱ大事なことですよね。いつもイゴールヒロチャンチンさんの投稿にはクスッとさせられています。ありがとうございます。お送りした曲はイゴールヒロチャンチンさんからいただいたリクエスト、 Begin with アホナスターズで笑顔のまんまでした。変わってお送りする曲はミスター GK さんからいただいたリクエストです。小袋で今咲き誇る花たちよ。
リクエストくださった、ミスター GK さん、メッセージも書いてきてくださっています。パワーをくれるもの。この間のテニスの楽天オープンで優勝した錦織圭選手も、もう最高でした。その前の全英オープンでの準優勝もすごかったです。同じ K として、もう最高のパワーをもらいました。これからの活躍も楽しみですね。あとは、ジャイアンツの V3 ですね。ということで、V3、ジャイアンツの V3 にあやかって、18万の男から V3 になったミスター GK さんからいただきました。メッセージありがとうございます。さあ、お送りした曲は、そんなね、ミスター GK さんからいただいたリクエスト。小袋で、今咲き誇る花たちよでした。時刻は6時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で4キロ、圏央道は厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロ。中央道は上り方面へ向かう車、三鷹付近で5キロの渋滞です。津久井街道、相模原方面へ向かう車、大井で1キロの渋滞。国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、東名入り口では両方向とも1キロずつ。その他、八王子方面へ向かう車、中和田、相模大野でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道、横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、相模原方面は上川井で1キロの渋滞。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、私立病院前で1キロ、東原では両方向とも1キロずつ、その他伊勢原方面へ向かう車、私立病院前で2キロの渋滞です。国道129号線、厚木方面へ向かう車、山際で1キロ、金田で1キロの渋滞。町田街道、横浜方面へ向かう車、木曽で1キロ、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で2キロ、朝日町で1キロ、時和で2キロの渋滞です。県道様大和線、横浜中心部へ向かう車、小松原で1キロ、
相模原方面は総武台団地入り口で1キロの渋滞です。鶴川街道金井入り口では両方向とも1キロずつ、その他相模原方面へ向かう車、菅原神社で1キロの渋滞です。漁港道路町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、相模大野で1キロ、厚木方面は小田急相模原で1キロ、総武台前で1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、下大間浅溝小学校入り口、相模原公園入り口でそれぞれ1キロ、反対昭和橋方面へ向かう車は大沼で1キロの渋滞です。村富線矢部方面へ向かう車、総合体育館前で2キロ、星ヶ丘で1キロ、座間方面へ向かう車は総武台団地入り口で1キロの渋滞です。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞。おしまいに梶谷相模原線津久井方面へ向かう車、堀之内で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。相模原の今夜は曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて相模原の明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 10%、 午前中から夕方までは 0%、 夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は16度、明日日中の最高気温は24度の予想です。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分頃お伝えします。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。先ほどノーベル平和賞が発表になりました。速報をお伝えします。この時間のニュースをお伝えします。ノルウェーの首都オスロにあるノーベル賞選考委員会は、過去最多となる278の個人と団体が候補として推薦される中、日本時間の10日午後6時過ぎ、今年のノーベル平和賞にイスラム過激派から銃撃を受けながらも若者や子どもたちの教育を受ける権利を訴え続けているパキスタンの少女マララ・ユスフザイさんら2人が選ばれました。ノーベル賞に17歳で選ばれるのは
史上最年少となります。候補となっていた日本の戦争放棄を謳った憲法9条は受賞となりませんでした。大型で非常に強い台風19号が沖縄地方に向かっています。明日以降沖縄地方に接近する見込みで、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。55人が死亡した御嶽山の噴火で、長野県などは今朝から2日ぶりに捜索を再開しました。これまでに最も多い550人の捜査隊が投入されましたが、新たな不明者は発見されませんでした。ノーベル物理学賞の受賞が決まった名古屋大学の天野宏教授が今朝フランスから帰国し、共同受賞となった名城大学の赤崎勇教授とともに記者会見をしました。JR 福知山線の脱線事故で強制起訴され一審で無罪となった JR 西日本の歴代3人の社長の控訴審が今日大阪高裁で始まりました。検察官役の指定弁護士が情報収集していれば事故の危険を予見できたと主張したのに対し、社長側は事故は予測できなかったとして改めて無罪を主張しました。裁判は次回の審理で3人の社長に対する被告人質問が行われる予定です。今日の東京株式市場は昨日のニューヨーク市場でダウ平均株価が今年最大の下げ幅を記録した流れを引き継ぎ、日経平均株価も売り注文が広がりました。下げ幅は一時200円を超えましたが、その後はやや値を上げ、結局日経平均株価は昨日より178円ほど安い1万5300円55銭で今日の取引を終えています。一方、東京外国為替市場の円相場は昨日より46銭円安ドル高の1ドル108円8銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。吉郎之助さんからいただいたリクエストをお届けします。私古谷香織で夜間飛行。騒ぎ出す君。
リクエストくださった吉郎之助さん、メッセージも書いてきてくださっています。パワーの出ることはやっぱり毎週水曜日の飛び入りライブアコステですね。アコステに行くと仕事のストレスやらいろいろな嫌なことが吹っ飛びます。毎週最後の締めに古谷さんの夜間飛行がまたいいんだな。また来週行きまーす、ということで、最近はね、本当町田ウェストボックスで毎週水曜日開催している飛び入りライブアコステ、毎週のようにね参加してくださってありがとうございます。やっぱり自分でね歌ったり演奏したりするとストレス発散になりますよね。また来週もお待ちしていますね。お送りした曲は吉郎之助さんからいただいたリクエスト、私古谷香織で夜間飛行でした。時刻は6時45分を回りました。ここで今日最後の交通情報です。まずは相模原とその周辺の道路状況です。東名高速道路、上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で4キロ。圏央道は厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。津久井街道、相模原方面へ向かう車、大井で1キロの渋滞。国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、大野台で1キロ、宇野森で1キロ。八王子方面は東名入り口で1キロ、中和田、相模大野で1キロの渋滞です。八王子街道、横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、相模原方面は上川井で1キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、東原では両方向とも1キロ、伊勢原方面へ向かう車、文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で1キロ、金田で1キロの渋滞。町田街道横浜方面へ向かう車、時和で1キロ、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で2キロの渋滞です。県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、小松原で1キロの渋滞。鶴川街道金井入り口では鶴川方面へ向かう車が1キロ、相模原方面へ向かう車が2キロの渋滞です。世田谷通り鶴川方面へ向かう車、新袋橋で1キロの渋滞。漁港道路、総武台前では両方向とも1キロずつの渋滞です。北里通り、国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で1キロ、相模原公園入り口で1キロ、反対昭和橋方面へ向かう車、大沼で2キロの渋滞となっています。なおここはですね、人身事故の影響で車線規制が行われているということです。ご注意ください。続いて村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞。おしまいに鍛冶屋相模原線津久井方面へ向かう車、堀之内で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。
メッセージいただいています。山成さん、久しぶりにメールしますということでありがとうございます。今金曜ハミングを聞きながら好きな本を読んでいます。この時間が自分のパワーの源です、ということでメッセージありがとうございました。夕方4時からお送りしてきました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。さあ、時間の許す限りメッセージご紹介していきますね。今日のテーマはパワーをくれるもの。相模のゆきちゃん、ありがとうございます。なんてったって水曜日と金曜日ですよ。やっぱりミカちゃんだよ。もう一人笑える演歌歌手の紅はるみおばあちゃん、このお二人はパワーをくれるよ。香里さんは心穏やかに安らぎをくれるな。あとは青汁、青汁パワーで元気回復をと頑張って飲んでるよ。今現在体調があまり良くなくて、ということでね、青汁飲んで早く体調をね整えて元気回復してくださいね。メッセージありがとうございます。それから雪中庵さん、パワーをもらうのは登山。以前のように日本アルプスの 3000m 峰に登ることはなくなりましたが、近郊の低い山でも落ち葉を踏みしめながら黙々と歩いていると生きている実感が感じられます。やっぱり自然癒されますよね。それからモロピーさん、日々の3度の食事です。これがパワーの源。やっぱり食べること大事ですよね。さあ、そして最後はちたたかさん、カレーライス。小学生の頃雑誌でカレーライスの特集をやっていて、それを見てからカレーが大好物になってしまい、あれから40年近くになりますが相変わらずのカレー好きです。他にも好きな食べ物いっぱいありますがカレーライスが一番です、ということで、皆さんね、いろいろなメッセージご紹介してきましたけれども、パワーをくれるもの、やっぱり人それぞれにね、いろいろな源、パワーの源あるんだなというのを知ることができました。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。それからね、リクエストも毎週たくさんいただいていて、かけることができた方、それからかけることができなかった方はごめんなさい。へのへのボンベイさんからもね、リクエストだけいただいてたんですが、今日はかけられずに申し訳ありませんでした。また皆さんね、これに懲りずにまた来週以降もメッセージ、そしてリクエストお待ちしています。さあ、明日からは3連休ね、カレンダー的には3連休お休みの方も多いのでしょうか。ちょっとね、3連休の最後の方台風が心配ですけれども、皆さん、体に気をつけてぜひね、元気に楽しい3連休お過ごしください。ここまでのお相手は古谷香織でした。この後は東京町田インフォメーションをお送りします。引き続き FM 相模でお楽しみください。